い、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。今回ねゲストに来ていただいております。じゃあどうぞ。はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルジュニーと申しまして、ゲーム実況の方で YouTube を上げてます。なんでこんなところにいるんですか私は。今回ですね、はい、ちょっとあのコラボをお願いしまして、あ、ありがとうございます。押しかけました。めちゃくちゃ層違います。今日そう多分、うん、接点どこみたいな、あのね、勉強チャンネルなんで、ね、誰って思う方いらっしゃると思う。絶対思いますよ、120%思ってる。結構やっぱ女子の相談の方が多いんですよ、うちのチャンネル。あ、女子の相談いいんですか。私結構かなり男寄りな女子ですけど大丈夫ですか。あの、それ言う。でも女子にはモテるから。そうそう、ね、結構相談されますよ。あ、女の子と友達からいろいろ相談来る子って9割女子なんですよ、うんうん、あ、そうなんだ、かわいい。そうで、でも悩むよ、悩んでたよ昔は。そういろんなことに毎日目離して怒りますもん。金銭とか前日泣いて目まで立って、ね、氷でこうめっちゃ冷やして。結構チュンさん の、うんうん、その学生時代っていうか、うんうん、結構謎じゃないですか。謎ですか。なんか自分からこうあれですよ、本当動画のチュニさんを見てると、うんうんうん、もう学生時代もすっごいこうキラキラで、結構こうクラスの中心いるじゃないですか、女子でも、はいはいはい、いつも真ん中にいる女子みたいな、うん、もうそんなイメージなんですよ。いや、なんだろうな、なんか小学校の高学年ぐらいから中学校にかけて、その前もちょっと話したと思うんですけど、なんかいじめがあって、うん、なんかで高校ぐらいからは結構処世術を覚えて結構楽になったんですけど、なんかいじめもなんかその 100% 自分が悪いっていうことがあんまりないと思ってた私は、まあ、100% 悪い場合もあると思うんですけど、そのなんだろう、相手が 100% 悪い場合もあると思うんですけど、その自分にも当時なんか原因があったと思ってて、なんか多分一人っ子だったんで、結構そのなんだろうな、いろんなものに対してある程度、まあ、恵まれてたんですよね。多分それをなんか自分その尺度では恵まれてるって思ってなかったっていうか、分かんないじゃないですか、相手がどんな感じだとか。でそういうところでなんか多分ちょっと生意気だったんじゃないかなと思うんですよね。そういう部分がやっぱちょっと感じ触っちゃったのかなみたいなとかすごいあるんですけど、それを思えたのって結構さ、後ですか、もうそこ振り返ってそうだったのかなみたいな感じですか。そうですね、やっぱでも高校ぐらい、なんかでもその中学校ぐらいで、そういうのってやっぱその自分も原因あるんだなっていうのをすごい思って、そのやっぱちょっと自分が変わんないと変わんないなっていうのがすごいあって、多分すごい変わったんですよね、性格的に。で、うん、結構高校ぐらいからすごい行きやすかったみたいな感じ。あと中学校は公立だったんで、公立だとなんかいろんなやっぱ家庭環境の人いるじゃないですか、その学力的にもやっぱいろんな、そうバラバラだしってなってくると、やっぱそのなんだろうな、あれだけどちょっと分かり合えない部分が多い人も多いみたいな、そのみんなが同じぐらいだとなんか共感できることも多いけど、ちょっと違ってくると共感できるとこってやっぱ少なかったりして、まあそれはまあ人によって違うと思うんですけど、でなんか高校ってある程度こう切り分けされるじゃないですか、学力とか、ね、同じぐらいの層、そうそう層の人が集まるじゃないですか。多分すごい行きやすくなったんで、なんかその中学とかでなんかそういうので悩んでる人とかいたら、まあ高校とか行くとちょっとね、もしかしたら楽になってくるかもしれないなとは思いますけど。結局行き着いたところは人って変わんないんですよ。そうなんです。それめっちゃある。そう、これ今でもそうですよね。そう、本当にそう。結局で、あの人はね、どんなに嫌だったとしても変わんないですね。人を変えるって本当に難しくって、でもなんかもはやもうその諦めの境地にいるんで、そこに。うん、分かる分かる。あとは自分変えちゃうちょっと早いなっていうふうに思っちゃうんですよね。なんか自分が変わると人も変わる。あ、そうですか。そうですね。影響されますもんね。うん、めっちゃ分かりますね。どんな感じで、まあ、具体的にあれですけど。あ、もう男っぽくなりましたね。なんだろう、女の子に疲れた方が楽だなと思って生きるのが分かります。女の敵女みたいななんかとかあるじゃないですか、その女子らしさみたいなところをすごい置いてきた気がする。置いてきた気がする。中学校で男の子っぽくしてた方がなんかこう、すごいサバサバ系みたいな方がなんか楽だなと思って変わったの。でもまあ中学の時に自分もともといじめがちょっと女子スタートだったんですよ、っていう感じから女子スタートだったんで、もともと休学に行きたかったんですよ。
行きたかったんですけど、女の子がいない方がいいなと思って、で、1個下げて、男子校に。ああ、へえ、あ、でもそれもあれですよね、自分で道を選んだりとか。そうです。でそれ良かったと思って、それは本当に。あそこ、その、進学したとこでは、そういうのは特になかった？あ、全く。よかった。そう、よかったんですよ。あ、結構、その、環境が変わる瞬間っていくつか あるじゃないですか。その中学から高校とかでやっぱね、結構変わりますよ ね、 そうですね、変わりますね。めちゃくちゃ行きやすくなりますね、高校に行ったらね。まあ、メンバーも変わりますしね、ガラッと、ガラッと変わる。で、まあ、いじめに関してだと、その高1とか中1だと、まあ、長いじゃないですか、2年ぐらいあれ、長いですね。もうちょっともういいかなってなっちゃうんですよね。 その時に、こう、まあ、なんて言ってあげようかなとか、気持ちが多分その子にしか分かんないですよ。でも絶対それはそうで、そうですね、どんなにこう分かってあげたいとか思っても、うん、同じことされた人じゃないと多分絶対分かんないと思ってて、うん、なんかそういう時にこう本当になんて言ったらいいの、なんて言ってあげたらいいのかなってめちゃくちゃ迷いますよね。そう、ね、まあ、一応自分も注意さんもちょっといじめ、まあ、受けるっていう経験もあるじゃないですか、うんうんうん、でその受けてた時って、うん、どう考えたかありました？なんか、いやでも小学校ぐらいから結構あれなんです、これすごいあれなんですけど、なんか全然生きづらい人だったんで、もう全然死にたい願望ありました。ああ、でも自分ありました、めちゃくちゃ。そう、だからそうなんですよ。でもそれ超申し訳ないと思うんですけど、いろんなね、こういろんな私のね関わってくれた人って申し訳ないと思うけど、めっちゃありましたね。なんか多分すごい生きづらかったんですよね。なんかすごい超オカルトなんですけど、オカルトなんじゃないですか。なんか占いですごい言われて、なんか多分そのちっちゃい頃からなんかそのなんか人になんかなんかこれをやるってなった時に、こう人はこうやっていくとして、多分私ってちょっとアプローチが多分違う考えをするタイプのなんか人間多分だったんですよね。なんですけど両親が結構なんだろう。マイノリティというよりはマジョリティ正しいみたいな感じだったんですよ。それ別に全然悪いと思ってないし、それが感謝してる部分全然あるんですけど、例えばなんか勉強できるのが偉い、いい大学の行くのが偉いみたいな感じの多分親の考え方だったんで、なんかそのそういうなんだろう、自分がマイノリティなその考えがあることに対してすごいギャップがあったんですよね。でなんかそのおかげですごいなんかちっちゃい頃からなんか自信がなくて、だから親の理想じゃないってところに自信がなくて、そうそうっていう部分はねすごかったんですよ。まあでもそれはでもねすごいな、まあ贅沢な悩みで、なんかそのね別に両親も別に仲良かったですし、そうなんか勝手に悩んでただけなんですけど、なんかそういう部分ですごい自信が自分の中でなくなっちゃったんですけど、そんなちっちゃいところでね、まあ、自信とかなくなっちゃったりするから、なんか本当にもっとねなんかしんどい、まあ、しんどいんだろうなって思いますけどね。自分は統合勉強しなかった人間なんですけど、な、うん、うん、でかっていうと、あのいや、きつかったんですよ、本当に行きたくなかったんですけど、うんうん、負けず嫌いなんですよ、元々自分はすっごい、うんうんうん、で、なんでこいつらのために自分が休まなきゃいけないのかっていうのがすごいあって、それだけだったんですよ。でもすごいモチベーションだったんですよ。それしか本当なくって、うんうん、でもそれを例えばじゃあ目の前にチュンさんがいて、うん、チュンさんに相談受けてるなら顔見て話せるからいいんですけど、そうですね、ネットの文字越しでそのアドバイスをしてしまうと、そうじゃないですか。そうで、どうしようかな、まあ、自分体験の私は話すんですよ、うんうん、そうで結局、まあ、いろんな、まあ、実際にこう実行しまっていろんな生徒を見てきてて、うんうん、なんかまた行かないって選択肢もありだと思うんですよ。いや全然ありだと思いますよ、本当しんどかったら。そう、それは逃げるだとも思わないし、うん、それは一個自分で選択してるからいいんだけど、うん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 、結構その行かないって選択肢をした後に塞ぎ込んじゃう、うん、で塞ぎ込んで行ってない自分にまた落ち込んでっちゃうっていうのもいて、だからそうはしたくないんですよ、うん、じゃあ自分がよく言う、まあ、これもね正しいか分かんないんですけど、じゃあ行かないって選択肢をしようと、それはいいんだよ選びなって、うん、じゃあ行かなかったらその時間で何か違うことを選ぼうっていうやることを、学校に行かない分っていうのはよく言って、でもそれをじゃあ見つける手段が今度難しいんですよね、うん、確かに。すごく願うのは、うん、まあ、自分もさっき言ってました、自分もものすごい死にたい願望が強くて、うん、だから自分普通に YouTube で言ってるのあれなんですけど、でもリスカとか接してたんですよ私。私もなんか、まあ、ありますよ、やったことは。はい、で学生の時にあったんで、うん、まあ、あ気持ちは分かるんで、うん、だけどそのね、もうユーザーでつながってくれてるし、うん、動画使ってくれてるし、うん、そのもしみんながね死んでしまったら、まあ、俺は分かんないわけですよ。分かんないです、でも寂しいですよね。でそれはやっぱりすごく悲しいんで、うん、ひとまず生きててくれと。確かに。そう
っていうのはすごく思う。うん、そう。でそれはね、すごいね、こう歯がゆいんですよ。伝えられなくて、うん、直接顔見て、うん、すごい伝えてあげたいんですけど。うんうんうん、いや本当に嫌だったらね、死にたくなっちゃったらもう逃げていいと思うんだ。そう、そう本当に 100% そう思う。あれ行きたくないよね。行く必要ないと思う。ない。そう、ただその親とか、でもそうなんだよ。行かないって選択肢もさ、勇気いりますよね。いる。なんかその家でさいるわけじゃないですか。そうなんかこうお父さんお母さんにどうしようみたいな感じになっちゃったりとか面白い。そういじめ受けてて、まあいじめとかね、嫌なことがあって、うん、じゃあ絶対行かなきゃいけないって、その絶対行かなきゃいけないってことはない。ない、ないと思ってる。嫌なことはね、もう全然逃げていく。逃げていっていうか、逃げるっていうか、そうね、行かない、行かないって選択をするのは、ね、全然大丈夫。そう、これ大人になってもそうですけどね。そう、本当に、うん、大人になるとね、選ぶのがね、ちょっとなんかもうちょっとね、楽になるんですけど、そう、自己責任で。そう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 、どうしても学生のうちは自分だけじゃない、うん、ないから余計に難しいんですけどね。そんなことを、まあ、ネットがあるんで今本当いろいろ調べられるんで、うん、なんかいろんなこと調べて、うん、なんか興味あることが本当見つかると、うん、いいですよね。いいなって思うんですよね。で今回ちょうちいさんに、うん、自分の心からお願いしたんですけど、あ、そうです、すいません、どうも白黒チャンネルですスンって始まったから、ね、そうそうそう、後で撮ろうかなオープニングね。あ、そうそうそう、きっとってつけたよ、つけてやりしようかなオープニングになる。でも今回そのいじめのね話をちょっと伺って、うんうん、ですごいお話を伺いたかったんですよ。いやいや、そうです、ハイチさんのその動画を見てなんかすごい思うとかがあって、なんかすげえ長文のね、めっちゃ長文の、そうこの辺で のっけとく、のっけとくって書いてあすごいね、こう見てる、まあ、自分の友達本当に不登校も多いんですよ、うん、不登校ででも勉頑張ってるんで、そう勉強ね、使ってくれてることプラスプラス、そう多くて、もう順位さん、まあ、自分もそうですけど、まあね、過去にこういろんなことがあっても、うん、こうやって、まあ、輝いてね頑張ってる方がいるので、そうこういう人もいるんだよっていうね、すごくお前伝えたかったんですよ。いたいた、そういるいる、いたいたえ、でもなんか気持ちわかるようになりますよね。あ、わかる、そうですね、うん、そのなんかいい経験したなと思いますけどね、うん、まあ今となってるんですけど、多分今すごいしんどいと思うけど、そうね、今はね、うん、トンネルの中でも暗闇の中にいると思うんですけど、そう自分、ちょっと語弊がある言い方であれなんですけど、うんうん、いじめを受けてよかったって言うんですよ。うんうん、でそれも分かりますよ。なんでかっていうと、その相談を受けた時に、うん、自分は体験談があるのって話が、うん、多分他の人よりは分かる、うんうん、でだからみんな、まあ、みんながっていうか、その悩み相談してくれる子たちが自分の過去を正当化してくれたんで、うん、感謝してその分返してあげたいなって思います。ね、全然全然。だから自分でやるのやめようって思えるかな。あ、それは思いますね。うん、そういうこと。大人になってもすごい人を見るというか。いや、見ますね、見ますね。めっちゃ気遣い、結構気遣いますよね。結構顔色というか、いや、表情で分かるのになりますよね。うん、あ、なるほど。そう、あ、この、あ、そうかそう、あ、こう思ってるのかなとかっていうのは思います、思います。まあ、いろんなとこちょっと過敏になりしすぎる時もありますけど、でも、良かったなと、だんだんでやっぱ良くなっていくことが多い気がしますよね。そう、まあ、そう選べることが増えるからと、友達も選べるし、選べるようになるし、嫌な人も付き合うし、そうそうそう、どんどん切り捨てられる。そうそうそうですよね。そう、今学校だからね。今そう、学校だからちょっと無理なんだよね。そう、いるんだよね。そう、わかるけど、そう、あいつがいるんだけど、そう、いるけど、あ、嫌な人もいるけど、全部ね選べるようになってくる、ね、どん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 自由になってくるんで、そういう風になるなと思ってしてほしいですね。でも、ハイチさんの動画見てるって時点ですごい前向きじゃないですか、その勉強って。そう、そう、言ってみて。いや、ほんとほんと、もういや、絶対勉強しないよとか言ってもう全然勉強しなかったの。YouTube でね、こんだけ面白いとかエンタメ系が多いのに勉強しようと思ってる。勉強するって思って、そうだって結構生放送とかをやってたじゃないですか。一緒に勉強しながら生放送やってた、ああいうのとかすごいなって思うの、みんな。そうだ、本当に誇りに、誇りっていうね、俺の動画を見てることを誇りに思えるね。ちょっと恥ずかしい。でも胸を張ってほしいなと思うんですよ。いや、本当にそう、超モチベーション高いし、周りはみんなエンタメ見てんだから。いや、そうそう、エンタメ見てる。いや、まあ、期間中だけど来ちゃいましたっていう子いるもんね。そっか、勉強しに行くけど、まあ、適度にね、みたいな。でも白黒チャンネルは見てほしい。あ、いやいやいや、クソみたいなことしか喋ってない。そんなことない。
はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。今表示されているのが動画の中の話にも出てましたけど、昔自分のね動画にコメントをチューニーさんがくださって、それを今全文を表示してます。こちらすごくいいコメントとか文章なので、ぜひね見てみてください。でまあこれ読みながらね、自分の今後日談をちょっと聞いてもらえたらなと思うんですけど、今回、まあ、いじめと恋愛っていうテーマで対談をさせていただいて、まあ、この動画はね、いじめっていうテーマの部分を編集したものにはなってるんですが、まあ、正直答えがないテーマというか難しいテーマですよね。でも、ずっと、このいじめのテーマで、どなたか YouTuber さんと話をしたいなって思ってて、で、昔、前からね、こう、チュニーさんと話すのいいなとは思ってたんですけど、まあ、このコメントをいただいた時に、ぜひ、やっぱり、チュニーさんと話をしたいと思って、まあ、自分からお誘いして、快諾していただいて、今回の、このね、対談というか、コラボになりました。難しいテーマだったとは思うんですが、本当にね、ありのまま、思うがままをしっかり話していただいて、で、自分が一番見せたかったのは、そのいじめっていう経験が過去にあったとしても、それでも自分で、まあ、輝く場所というか、頑張る場所を見つけて、こうやって頑張って、ね、生きてる方というか、ね、頑張ってる方がいるんだよっていう姿がすごい見せたかった。で、それは、自分が今編集してて編集が今終わった状態で今喋ってるんですけど、お見せできたんじゃないかなと、何かを感じてもらえてるんではないかなと思っております。はい、なので、まあ、自分がねこの動画を通して何を伝えたかったのかっていうところは、まあ、受け取った皆さんにとって違うとは思うんですけど、何かしらのなんかプラスのものを、ほんとちょっとでもいいので受け取ってもらえたら嬉しく思います。はい、ということで、まあ、もう一個恋愛編の方はねもっとこうラフな話になってるので、まあ、もしよかったらそちらの方もぜひね見てみてください。では本当にねここまでご視聴いただきありがとうございました。